では3人目のゲスト3人登場していただきます。もうこちらの方もあのポニーさんの主催の、ライブで何度かご一緒させている方でございます。結構この場所的には合うのではないかなと思いましてお呼びいたしました。では PA やらなきゃいけないからあれなんですけど、では登場していただきましょう。カブーズとエディソンズ、お茶を待ってました。
ます。飾るぞ。はい、本日はね、茶月しおりちゃん、しおりちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ね、2回目のね、成人式で伺っておりましたけれどもね、今日ツイッター見たら風船飛んでたんですよ。当日だとはね、知らなくてね、本当におめでとうございます。まだね、しおりちゃんとは知り合って割と間もないんですよ。はいね、それなのにいきなり呼んでいただいて本当にありがとうございます。私全体的にですね、しびったれた曲が多くてですね、お誕生日とかお祝いにあまり向いてないんですございますけれどもね、それでもね、呼んでいただいたのでね、トミーさんのライブのところでいつもね、どのお客さんよりも盛り上がってくださるんですよ。なのでね、今日はね、しびったれた曲でも気持ちを込めて精一杯歌いたいと思いますので、よろしくお願いします。1曲目くらいはね、お祝い感出そうと思って、私の中でね、一番ね、夏っぽい情熱的な曲をね、持ってきたんですけれども、この後ね、割と暗いのしか残ってないんですよ。基本的にね、オリジナルとあとは昭和歌謡を歌っておりましてね、こちらのキャラクターではまだ5年のひよこでございます。中の人17年やってたりするんでございますけれどもね、中の人はね、はい、私はまだね、先日5周年を迎えたばかりですのでね、はい、皆さんの方が5周年よりはキャリアが長いかと思って、中の人は置いといて、はい、それではね、ちょっとしおりちゃんにね、皆さんで乾杯しましょうか。はい、それでは、本日しおりちゃんお誕生日おめでとうございます。乾杯。乾杯。私5年間でね、5年間で設定年齢43歳から50歳まで上がったんですよ。なのでいつね、3回目の1回もやってないんです、成人式3回目の成人式だけいつやろうかなって思って、一緒にやりますね、いつやろうかなと思いましてね、中の人まだね、17歳かしらね、私14歳から55歳まで幅広いキャラクターをやっております。それではね、私のね、オリジナル曲の中でね、一番重めの曲をいきたいと思います。はい、私の中の人の地元、横浜六角橋を舞台にした曲でございます。聴いてください、紅座の女。Thank you.
中の人は子供の頃しか実際行ったことないでございますけれども55歳でしたらちゃんとお年頃の頃にね一括映画を見に通っていたかと思いますのでね、はい、そういう曲でございました。はい、あの先ほどあのそちらにねあのその源さんの CD 置いてあったのでちゃっかり便乗して横に置かせて、ね、いただきましたのでね、よかったらお手に取ってくださいます。申し訳ございません、800円って言ってらしたのに私2000円もするんでございますけどすいません、いい曲揃ってるからよろしくお願いいたします。触るのはただでございますからねオリジナルをね2曲続けて歌っていただきましたけれども、昭和歌謡のねイベントにもたくさん出させていただいておりますのでね、この辺でカバー曲をちょっと入れてみたいと思います。皆さんのねなるべくご存知の曲をと思いまして、本日はこちらを持ってまいりました。聴いてくださいませ、 Love is over。忘れもしない。
Bye.
締めさせていただいてるんでございますけれどもね、はい、こちらね、いつも A メロでね、エリーって言っていただいてるんですよ。今日はですね、しおりちゃんのね、お誕生日ですから、エリーじゃなくて皆さんしおりとね言ってあげてくださいませ。いやいやいや、知りたいな曲しか歌ってないんですから。それでね、こちらの私ね、毎回やらせていただいてるんでございますけれどもね、こちらおひねりがけなんですよ。で、ね、こちらの雰囲気を楽しんでいただいてますのでね、正直アメちゃんとかでも構いませんけれどもね、本当に今日良かったともし思ってくださいましたら、ぜひね、小銭くらいでもね、投げてくださいませ。なので皆様、声援はしおりちゃんへ、おひねりは私お願いいたしますね。はい、おひねりはね、いつのタイミングでも構いません。私口に入りましても歌うのは読めませんから、はい、声援は A メロでお願いいたしますね。曲を聴けばですね、しおりって言えるところがあるんですよ。言えるところがあるのでね、ご本人が一番ご存知かもしれませんけれどもね。で、今日誕生日だからね、あとは声も大きいね、ユミさん頑張ってくれるかな。はい、それではね、最後は皆さんでね、しおりはあちらへ、おひねりはこちらへ、最後はよろしくお願いいたします。お久しぶりで、またおさん